皆さんこんにちは。本日は210系のクラウンですね、14代目のクラウン S21、21型とか言われますけども、こちらのクラウンを徹底解説していきたいと思います。お決まりなんですけども、免責事項がございます。この動画は娯楽目的に制作したものです。顔面移植等の改造を施した車両の前期型、後期型を正確に判別することを目的として制作したものではございません。自動車製造会社が販売した純正車両に対して、車両の前期型後期型および歴史等を紹介するものです。実際の車両の前期型後期型の判別は自己責任にて実施をお願いいたします。本動画は前期型後期型の判別を保証するものではございません。本動画で紹介する方法により生じた損害については一切の責任を負いませんので、こちらの、注意事項をご理解の上本動画を見てください。それでは本編の方スタートしてまいります。210系のクラウンですけども、先ほどお伝えしました通り14代目のクラウンになります。2012年からの発売になっています。キャッチコピーがね、クラウンのリボーンという形で、結構 CM もやっていたので記憶に新しい方も多いかと思います。先代に続きましてですね、シリーズ構成は一応2構成ですね。一応といったのは後ほど説明しますけども、大きく分けてロイヤルシリーズとアスリートシリーズになっていますと。流れを見てみますと、まず先代の、13代目の200系のクラウンですね、こちらが出てきたのが2008年から2012年でしたと。シリーズとしてはロイヤルシリーズとね、アスリートが両方ありましたと、2つありましたよということで、次に出てくるのがこれ今回の動画になります。14代目の、21のクラウンになります。上がロイヤルで、下がアスリートになりますけども、随分この時にデザインがこうスパルタンというかアグレッシブに変わりましたので、随分クラウンを思い切ったことやったなっていう形で結構賑わせましたよね、プレスもね。でこの途中にですね、実はあまり知らない方も多いかもしれませんが、最初に出た時ハイブリッドシリーズは4駆がなかったんですよ。でしばらく経ってから2010年の7月9日にいよいよ満を持してトヨタ初のハイブリッドフルタイム 4WD 車を追加してきましたということで、 4WD っていうのはやっぱりその降雪地帯ですね、雪が降る地域では 4WD じゃないかね、やっぱ車が売れないので、このハイブリッド最初に出た時はなんでクラウンのハイブリッド後輪駆動しかないのってことで、かなり北海道地区とかいうかね、私も札幌なんですけど、札幌ではかなり不評というか、売れないんですよね。でやっとここへ来てハイブリッドにも4駆が追加されたので、ああよかったなと、ラインナップとしては本当充実したんじゃないかなと。メーカーの、ディーラーさんの、営業マンさんたちもホクホク顔だったんじゃないかなって感じがします。でこのハイブリッドが出まして、次に2015年からが変わりましたけども、ロイヤルのロイヤルとアスリート、こちら後期型が出てきましたということで、この前が前期型で、後ろが210系のクラウンの後期型になります。でこの14代目のクラウンになった時に大きな変化があったんですよ。何かと言いますと、こちらが先ほどの2構成だって言ったところ、なんとなく2構成だとお伝えしたんですけども、クラウンマジェスタのクラウンマジェスタの6代目が、これまでの派生車種の位置づけからシリーズ名ですね、マジェスタシリーズの位置づけに変更となりましたということで、クラウンファミリーの中に、クラウンの中にロイヤルシリーズ、アスリートシリーズ、あとマジェスタシリーズみたいな感じでクラウンの中に大きくこのシリーズ名として変更になりましたので、位置づけが変わっちゃったので一応このクラウンも3構成になりましたと。で6代目のマジェスタは、ロイヤルこっちのロイヤルベース、このこちらの形ですね、前期のロイヤルベースを、ホイールベースとかメッキとか加色を増やした、あとグリルをちょっと縦形状にしたりとかしたものですということで、マジェスタシリーズも一応この中に入るんですけども、この動画ではロイヤルとアスリートの違いについて、説明してまいります。まず210系の、クラウンのロイヤルとアスリートなんですけども、出てきまして、上がロイヤルで下がアスリートになります。まず大きくこれは押さえておきたいというところ、大事なところだけまずお伝えしますと、まずロイヤルの方にはですね、ロイヤルサルーン G、 ロイヤルサルーン、ロイヤルって3つのシリーズ、3つのグレードがあるんですけど、代償関係、グレードの高い順にロイヤル G が一番高いグレードです。お値段も高いし装備も充実してますと。で廉価版がロイヤルですと、廉価版は一番安いタイプですね、こういう風になっていますと。でアスリートの方を見てみますと、どうなってるかというと、アスリート G を頂点に、アスリート S、 アスリートという形でこういうグレード体験になっていますので、どっちもですね、 G がつく方が高いんだと、グレードとしては非常にいいもの、装備もすごいついてますよ、充実してますよっていうので、アスリート G、 ロイヤルサルン G が頂点のグレードなんだっていうところをぜひ今回押さえておいてほしいなと思います。ここいつも毎回思うんですけど、この
アスリート G の G ね、これ完全にガンダムですよね。かなりなんかその、ね、デザインした人狙ってんじゃないかなってぐらい、かなりガンダムだなって感じがするんですけども、アスリート G ってなかなかね車種見ません。走ってますけども、中古市場でねやっぱ人気がアスリート S が結構出てるんですかね。 S が人気がというか、玉数は多いですね。でこのベースグレードに対してロイヤルの方はハイブリッドとガソリンっていうこの2つのものがあります。でそれぞれね、ハイブリッドの方は直四 DOHC の 2.5 リッターとモーターですね。 4WD が価格になっているのは途中からね4区が出てきましたよということになっています。でガソリンの方は V6 DOHC の 2.5 リッターで、前期後期ともに、まあ、2輪駆動も4輪駆動もありますという、こういうラインナップです。で続きましてアスリート、こちらがねちょっと複雑になってきますけども、同じくね前期ロイヤルと一緒でハイブリッドとガソリンの両方がありますね。でそれに対しましてターボがあると、ターボが出てきたのは後期型で、今ちょっと先に出ちゃいましたけどターボがあるので、アスリート GT、 アスリート ST、 アスリート T っていう形で、まあ、ターボの T 取ってるんでしょうけども、この各ね基本グレードに対して T っていうのをつけてアスリート GT みたいな形で呼んでいます。ちなみにねハイブリッド車の場合だとハイブリッドアスリート G みたいな形で呼ぶことが多いですね。でどういう風になっているかと言いますと、ハイブリッドの方は同じですね、ロイヤルの方とね、DOHC2.5 リッターに 2WD と 4WD がありましたと。 4WD は先ほどお伝えした通り途中から登場していますと。でガソリンの方はですね、V6DOHC の 3.5 リッターと 2.5 リッターのラインナップがありますが、 3.5 リッターの方はハイオクエンジンで、まあ、G と S しかありませんと。アスリート G とアスリート S しか 3.5 リッターエンジンは選べませんよと。あとは後輪駆動だけ 2WD のみということで、4駆のパターンはありません。であと DOH2.5 リッターの方ですけども、前期型はね2輪と4輪駆動があったんですけども、後期型は4輪駆動しかありません。 2.5 リッターはこの辺がね複雑にさせるんですね。で後期はターボが出てきましたと。なんとクラウンもね2リッターですよ、直四2リッターのね、まあ、ハイオクなんですよと。でこれは後期型しかなくて、2輪駆動しかありませんというところが、ね、4駆の、ね、ガソリンは 2.5 リッターで後期はね、でターボの方の後輪駆動は2リッターの方でカバーするみたいな形になってますかね。こういうような位置づけになってますので、この辺がねちょっと分かりづらくさせますけども、こういったねエンジン構成というかグレード体系になっております。で一つね豆知識というか、まあ、二つほどあるんですけども、小ネタその1、 LED ハイマウントランプ、ハイマウントストップランプの違いということで、リアのねガラス のところについてるねハイマウントストップランプなんですけども、こちらね違います。実はこんな感じです。ロイヤルサルーン G は6灯、ロイヤルサルーンもね6灯、ただねこれね前期のグリーンガラスを選択した場合には4灯になりますというところで、ここがねかなりマニアックなポイントですね。であとロイヤルは4灯ですよということで、やっぱグレードが高い方がね点灯のこのなんていうか LED の玉が入ってるのがね多いんですね。まあ、6灯がいいんですけども、これ落とし穴ですね、前期グリーンガラス採用すると4灯ということで、マニアよだれ物の感じがしますけども、こういう形があります。でアスリートの方も同じですね、アスリート G が6灯で、アスリート S が前期グリーンガラスのみ4灯ですよと。でこれ4灯ですよ、アスリートの方が4灯になりますということで、グレードが高い GS が、ね、6灯6灯できてますよっていう感じになります。で小ネタが、ね、2つ目、小ネタ2つ目いきます。アウトサイドドアハンドル、まあ、ドアノブのことですね。ドアノブがね、上の車と下の車でグレードが違うんですけど、分かりますか、ね。まあ、見ちゃうとねここにちょっとねこうアスリートの S っぽいこうロゴが入ってる、上がアスリート S だなって分かっちゃうんですけど、このドアノブだけで判断してほしい。ドアノブでドアノブにちょっと着目してほしいんですけど、わかりますかね。はい、上の方がメッキですね。メッキも使ってるし、カラード、ボディ色、ボディ同色ってことなんですけども、このタイプがアスリート G とアスリート S ですよと。で逆にこのカラード、まあ、ボディ同色だけのやつ、まあ、メッキ使ってませんよっていうのがアスリートということで、廉価版になりますので、まあ、こういったねドアのところのメッキのね装飾具合も各グレードによって違いますよというので、まあね、ドアのハンドル見たら、おアスリート G じゃんみたいなね、あなんだこれアスリートかよみたいなね、あ分かっちゃいますので、まあ、こういったところをね、まあ、小ネタとして使っていただけたらなと思います。続きまして前期と後期の、ね、見分け方に行きますけども、はい出てきましたね。まず上がね先ほどお伝えしたロイヤルシリーズですよ、ね、で下がアスリートシリーズなんですけども、大きく分けてねそのかなりデザインが変わってきてるんですけども、そのロイヤルの顔つきがねもうすごいこうなんていうかねいかめしいというか顔してますよね。これねなんでこういう顔してるかというと、一応デザインのその由来があってますね。まあ、そのクラウンってまあ英語でね、クラウンはまあ日本語だと王冠という意味なんですけども、かなり王冠を意識しているデザインだと言われてみたら、なんかあなるほどなと、このなんか
結構ロイヤルなのにこう怖い顔してるなというか大人な感じなんでしょうけど、おじさん臭さもあるんだけど、なんかこうちょっと顔つきがこう随分こうね、エッジ効いてるなみたいな顔だったんですけど、まあ、王冠を、ね、非常に意識していますよというのがロイヤルシリーズ、まあ、特に前期はすごい、ね、際立ってますよね、この顔の、ね、頑張り具合というか怖さというか。でアスリートの方は、ね、王冠に加えまして稲妻のような切れ込みを下部に加えることでスピード感を演出ということで、この辺りですかね、この稲妻の部分がこの下の部分がなんていうんですか、ここが稲妻のところをアピールしてこうスピード感を演出しているというのがアスリートになっています。はい、ロイヤル、まずね、ロイヤルのフロントの見分け方の方を先に見ていきたいと思いますけども、左が前期型で、右が後期型になります。ここ見るとね、かなり顔が違うなっていうのがわかるかと思います。まずはじめに押さえておきたいのがですね、グリル横ですね、このグリルの横のところ、このグリルのところが、後期型の方が一個なんか見えるのかちょっと増えてますよね。まあ、グリルの横の立体感を際立たせたデザインになりましたよということで、これね17クラウンの時もだいたいクラウンをグリルこうやって変えてきますね。ちょっとこう目がね、目をちょんちょんと入れるのをこう細かく入れるようにして、まあ、あの立体感を際立たせたデザインを採用しましたというのが後期型になります。続きましてね、なんといってもこの下の部分ね、赤線のね点々点で囲んだ部分、ここを見るとまあ一目瞭然なのかなって気がします。はい、後期型の方が厚みを持たせたデザインということで、かなりこのライトからこの下のね空いてるところまでが長くなりました。なんか顔の人間の顔にこう例えると鼻の下伸びてるみたいな顔なのかな、こうそういう感じがちょっとしますけども、あとゾウさんみたいな顔もするのかな、そういう感じがちょっとしますけども、後期の方、あの前期の方はねかなり空いてるところが大きかったんですけども、後期になってねすごくロイヤルは後期すごいまとまったなって感じがしますね。あの私だけじゃなくていろんなね、あの写評を書いてる方々もロイヤルまとまっていいねっていう風に、ロイヤルのこの後期型への消化は素晴らしく良かったんじゃないかなって感じがします。あと中央部より両サイドに伸びたクローム加色がフォグランプを囲むように配置し、上質さと低重心を強調ということで、これ何言ってるかというとこの辺りですね、この中央部からねこうなってると、このフォグランプ周りのねこのメッキのね加色感、このメッキ具合が非常にロイヤルのこうなんていうかな、演出してますよね、高級感の上質さをですね。なのでロイヤルと、まあ、ロイヤルについては前期と後期非常に分かりやすいのかなという気がします。ロイヤルの後期ねなかなか札幌では見ないですね。中古車市場もなかなか玉数が少ないんですかね、あんまり出てこないような気がしますが、ロイヤルだったら後期型非常になんかそのやっとなんか大人っぽくなったというか、あのすごく洗練されたなって感じがします。ただこの前期型ねすごい走ってますよね。あの車用車で使ってる方とかでタクシーも多いんでしょうけども、かなりこの顔つきにはね、あの好き嫌いが分かれるんじゃないかなって感じがします。続きましてアスリートのフロントの見分け方ですけども、出てきましたね、アスリート。アスリートね結構これも変わってるんですけども、まずね注目してなかなか気づきづらいんですけど、注目してほしいのが今矢印とね点を出しますと出てきましたね。前期型出てきたと思うんですけども、このね上の部分のね、この稲妻の上の部分とこの稲妻のこの頂点っていうのかな、この切り返しが入るところの位置関係をね見てほしいんですけども、後期型はこういう風になってます。はい、これねあの差し示されると分かると思うんですけども、後期の方がねこの下側の稲妻のこの部分ね、この下側がでかくなってるんですね。でヘッドライトのすごいすぐ近くまで切り込みが入ってきてですね、切り返しが入るのがヘッドライトのところまで上がってきたらガクンと落ちると。で前期の方はねこうまだ余裕があるのね、ヘッドライトのところで、これが後期はもっとこう上がってきて切り込みが入るということ で後期はね下側をでかくしていることによってこう低重心化をアピールしていると、そんな狙いもありますが、意外とこの並べてみると切り込み方が違うんだなというのが、後期型の特徴になっています。あと何といってもね、後期型の特徴というか、まあ、見分け方のポイントここですよね。ホグライトの形というか、まあ、フロントサイ、まあ、サイドの、ね、形状ですよね。ここの形状が違うので、見分けることが可能なんじゃないかなと。前期型ね、面白いこのフォグライトの形というか、外のね、加色もそうですけども、面白い形してますよね。後期はね、ここにでかくこうね、開口部というか、これ実際ダミーなんですけども、こう、まあ、黒くね、することによって、ここにフォグライト四角くなりましたね。なので、この辺の違いでわかるんじゃないかなと。ちょっと拡大しますと、前期のフォグライト、後期のフォグライトということで、これだいぶ違いますよね、周りのね、デザインも。なので、この辺で、まあ、間違いなく見分けがつくんじゃないかなって感じがします。ただね、形でね、あ、丸いのが前期型ね、なんてね、あ、楽勝楽勝、丸けど前期でしょって言ってるとね、それ落とし穴があって、実はですね、こんなライトがいるんですよ。じゃじゃんと。フォグランプガーニッシュですね、これ販売店オプションでね、これメーカーで付けれちゃうんですよ。なんで販売店のオプションで
これつけられちゃうとなんか丸いんですよね、これね。だから、あ、丸きゃ前期だ、あ、これ前期型かみたいな思っちゃうかもしれないですけど、それだと厳しいので、形で覚えるというよりもこの開口部分があるかないかっていうところで見ていただきたいなと思います。まあ、これ見るとね、この開いてる部分がこれかなりプラスチックというか、こう、まあ、一応こう、ね、あのメッシュっぽい感じ出してますけども、ダミーだなってことが分かりますね。あの、もし仮にここがねダミーじゃなくて本当にランボルギーニとかフェラーリみたいなね、あのメッシュにしてて、あの中にこう空気ね入れ込むようにしてたとするならば、あのフロントのブレーキかなりダメージ食らいますよね。あのかなりこうなんていうかな、カーボンとかそのいいメッシュにしないとゴミ入ってくるし、いろんな石とか飛んでくるんで、車ダメになっちゃうと思いますので、ね、そういう今こう一般大衆的な車にとってそういったところにお金かけるっていうのはなかなかあの大変なのかなと思いますから、まあ、マーク X とかでもね、こう開口部同じような感じなんですけども、まあ、これダミーの感じですね。まあ、開いてるように見せてる感じになりますね。はい、続きましてですけども、はい、ここでクイズなんですけどね、せっかくなんでいろいろ小ネタ満載でいきたいと思うんですけど、クイズですね。この左側の前期型のクラウン、このクラウンのグレードは何でしょう。まあ、今ちょっと隠れちゃってますけど、これだけで、ね、グレードを判別していただきたいんですけど、さてこのクラウンのグレードは何でしょう。ちょっと時間作ります。はい、答えはですね、アスリート G になります。見分けるポイントをかけてますけども、ヘッドランプのクリーナー、これがついているのでアスリート G だということが分かります。悩んだ方ね、 G と S 悩んだ方が多かったかなと思うんですけどね、まあ、このフロントのとこね、プリクラッシュついてますね。プリクラついてるのでミリ波レーダー方式のですね、あの G かな S かな悩んだかもしれませんが、これあの G と S につけれちゃうのでね、どっちかっていう判定ができないんですよね。ただこのヘッドランプのクリーナーはこれアスリート G にしかつかないので、これついてたら、お、高いグレードだなと、やるなというところで、ここだけね、クラウンのね、アスリートもいっぱい走ってますから、ただここ見てくれたらね、いいんじゃないかなと、ここ見ついてたら、お、いいの乗ってるなみたいな感じで、あの、見てくれたらいいんじゃないかなと、ね、これで皆様も、あの、明日からね、アスリートを見る目が変わりますね、というところで、ここね、ぜひ、ね、あのヘッドランプクリーナーだけ見ればいいんじゃないかなという感じがします。続きまして、ロイヤルのリアですね、リアの方に行きますけども、あのプレスリリース上ですね、ロイヤルのリアは変更のこと書かれてませんね。もしかするとそのランプのそのクリア度合いが変わってるのかもわからないんですけど、プレスリリース的には変化がなかったので、ちょっとロイヤルのリアはね、あの同じなのかなと。もしあの違う点とか微妙な違いがあったら逆に教えていただきたいなと思うんですけど、ロイヤルのリアはあんまり触れるところが実はございません。ただここでせっかく出てきたのでお伝えしたいのがね、小ネタまたまさですね、この i4 って書いてますね。 i4 こちらがですね、i4 と書かれているのでガソリンだということが分かるんですね。よくまあクラウンだとね、まあ、マジェスタでも i4 よく出ていましたね、4区だとね。で i4 が書かれているのはガソリン車だと。で4って言いますけど、ハイブリッドの車の場合ですと、このねハイブリッドエンブレムとともに装着されますということで、ハイブリッドの場合は、ね、こんな感じ、ハイブリッドの、ね、シナジードライブと4って書かれてまして、これが、ね、4区 あのハイブリッドの場合になりますので、この i ってついてた時点で、まあ、おガソリンなんだなということが分かります。あとグレードにも、ね、あの i4 って書いてますので、 i がついてるとガソリンなんだなということを判別できます。まあ、こちらも小ネタでした。続きましてアスリートのリアの見分け方ですけども、アスリート側で結構変更があるんですね。まあ、お決まりのクラウンのパターンなんですけども、まずどこ見ますかというとね、やっぱりテールライト見てほしいですね。テールライト見ますと。で、見てみて、なんとなく違うなと。で、もうちょっと角度違った写真ございますので、お見せしますと、こうなってますということで、まあ、これよくやられてますので、クラウンドでね、ここの、リングですね、ラジオのこのリングのところに、加色ですね、メッキの加色が入っているもの、これが後期型になりますね。で、よく見るとですね、この白い部分ですね、ここがあのバック灯とウィンカーなんですけども、前期の方だとあまりここにね、あの侵食してないんですけども、後期ね、こうでかくなってるから、こう白いところがね、透明のところがこうえぐり取られてると言いますか、丸くね、切り抜かれてる感じがしますので、この辺でね、あの後期型のヘッドライト、あのテールライトだなっていうことが分かりますので、前期と後期の違いとしては、ここがまずポイントになるかなと思います。参考までにね、200系のクラウンです。先代のクラウンだと同じですね、左が前期で右が後期型なんですけども、ここね、リングのね、加色が入ってますよね。メッキ加色が入ってるのが後期型だということで、まあ、これクラウンのね、18番のお決まりのパターンですね。必ずやってくるパターンだったので、まあ、あのこういったね、クラウンの流れを見ていると面白いのかなと思います。続きましてね、もう一個あるんですね。アスリートこの前期型だけなんですけども、前期のね、ここの部分着目してほしいんですけど、このメッキのところね、こう上からこう来て、ちょっとね、習字で言うとね、ちょっとこうやって跳ねてるのね、こうスッと来て、ひ
ュッと離れてる、ここがちょっとねボコってなってるのが前期型のヘッドライトの特徴とか、この外枠なんでしょうけども、ここが違いますので、後期の方はねここに羽がないんですよ。これスッと降りてきてるだけなんです。これキュッと戻しがないので、ここが違うのでね、あのもしかすると前期の車両にね後期のヘッドライト、あのテールランプをね、まあ、ポン付けできるかできないかというと、ちょっと加工がいるかもしれないですね。あのポンと付けれない感じがしますので、まあ、この辺が要注意なのかなという感じがします。あとですね、下のところも着目してほしいんですけども、ここからもねいろいろね、またこれも小ネタですね、小ネタになるんですけども、ここの部分でね、まあ、いろいろ走ってるクラウン見てると分かるんですけども、なんか色が違うのがいるなとかあると思うんですけども、まずですね左側、マフラーカッター、マフラーついてますよね、ここにマフラーカッターがあるので 3.5 リッターのガソリン車だということが分かります。まあ、前期型のみなんですけども、こちらで、ね、判別することができます。前期の車両でマフラーついてたら、お 3.5 リッターだなと、おいいクラウンだなというところで、頑張って買ったんだなみたいなところでね、分かるので、あのハイブリッド車とかはね、あのマフラーついてないっていうか、マフラーあるんですけども隠れちゃってね外から見えないんですよね。なんでこうマフラーカッターがあるのが 3.5 リッターのガソリンだということが前期型だと分かります。結局ね後期の方だとね、ここ着目の色ですよね、色がですね、これボディ同色ですよね。リアバンパー、ロアスポイラーがボディと同色なので、まずターボガソリン車だということが分かります。なので、ターボ車はここね、同じ色してるんですね。おお、ターボはこう同じ色してるんだというのが分かりますね。あとね、後期でマフラーカッター、マフラーカッターついてますよね。後期型でマフラーカッターがついてるのは、3.5 リッターのガソリンと2リッターのターボ車のみなんですね。逆に言うと、ハイブリッド車と 2.5 リッターのガソリン車にはマフラーカッターがないので、ここがね、またね、複雑にするんですよね。前期型だと、前期と後期の分かれ目なんです。あの、前期型でもね、ここがボディ同色のやつがいるんですよね。それ何かというと、車外のエアラとか入っちゃってると、もういよいよここじゃ見分けれなくなって、後期はね、純正で、ここが同色だったらガソリン車なんですけど、私個人的にはこのね、このボディ同色の方がなんかエレガントな感じがしちゃうので、あまりここで黒いのね、好きじゃないんですね。完全にかっこよくディフューザーをバリバリ入れてるといいんでしょうけど、このなんか純正のこの色違いっていうのがあんまり好きじゃなくてですね、むしろこのターボ車のね、このロアスポイラーの方がいいなって感じがしますけども、まあ、こういったね違いがあります。ガソリンと、あの、まあ、ガソリン車によってもね、 2.5 リッターのガソリン車にはマフラーカッターがないというので、このガソリンだったら必ずしもあるのかってわけじゃないので、この辺がなかなか難しい、見分けしづらいところかなと思いますけど、まあ、奥深さでもありますので、ぜひ、ね、マフラーカッターにも注目してみていただけると楽しいのかなと思います。続きましてね、ざっくり210系のね、この後期型から採用された装備なんですけども、まずね、あの2リッターのターボが採用されましたけど、ターボエンジン出てきたのは後期型からになります。あと、インテリジェントパーキングアシストということで、これね、ボタン、ナビでね、まあ、ガイドしてくれるのあったと思うんですけど、ピッとこうボタンを押すとね、あとはこう、なんかブレーキ緩めていくと、こう、勝手にね、あの、目的地に従って、こう、うまく入れてくれるようなね、システムがありますよっていうのと、あともう今ではね、BSM ですね、ブラインドスポットモニター、あの、LS とかね、まあ、インプレッサとかにもついてるんですかね、なんかよくこのドアのところで、ね、ピカッと光ってなりますので、ね、後ろに車がいると、あの、まあ、障害物検出して、あの、なんか危ないぞというのを知らせるね、ブラインドスポットモニターが、装備になりましたと。あと、スポット溶接ね、90カ所以上追加しまして、まあ、ボディ剛性も高めてますよと。あと、これかな、まあ、一番メジャーだと、ジャパンカラーセレクション。これ、あの、名前だけ覚えたらいいんじゃないですかね。ジャパンカラーセレクションというのがありましたと。前期型にもね、あの面白いこう変わった色を、ね、選べるあのものもいくつかあったんですけども、後期型の方がね12色のボディカラー、まあ、とか完全に受注生産で、まあ、すごい色がいっぱいありますよというので、ね、こういうジャパンカラーセレクションパッケージというのがありましたというのがありました。あとはセーフティーセンス P ですね、ミリ波レーダー、単眼カメラ、まあ、これはねプリクラとかね、レーンディパーチャーアラート、オートマチックハイビームは本当すごいですね。まあ、最近の車ついてきましたけども、基本クラウンは常にハイビームですね。ハイビームで動いてて、前にね人を検知したりとか、前から車が来るとそこだけハイビームを落とすとか、そんなようなシステムになっていますので、このオートマチックハイビーム本当にすごいですね。一回乗ったらこれやめれないというか、あの絶対安全だと思いますね。あの特に田舎とか、まあ、市街地や郊外地を走る場合とかね、すごくいいんじゃないかなって感じがします。あとレーザークレードコントロールもついてますので、ね、まあ、この辺すごい装備が、まあ、最初からね全車に標準装備ですよと、トヨタセーフティーセンス P ですね、なっていますと。
あとねライトが変わりましたよね。バイビームがね LED ヘッドランプを搭載されましたと。1等の光源でハイビームとロービーム切り替えましたというのと、あとねクラウンのねこの特徴だとこのギザギザってありますよね。こうアスリートのこのピンピンっていうとここのところが、ね、実はねもう1個の LED が増えてまして、ここにねデイライトが入ってるんです。今こうついてない、この真ん中がついてないんです。ここデイライトなんですね。デイライトが増えましたよってことで、後期型でこの辺がちょっと変わっていますというのがございます。はい、最後までご覧いただきましてありがとうございました。私の動画にですねマジェスタとロイヤルの見分け方動画っていうのもありますので、ぜひこちらも見ていただけたらなと思います。あとパソコンからねアクセスされている方はぜひこれを機会にチャンネル登録をしていただけますと、大変嬉しいです。本日は見ていただきましてありがとうございました。